丸山古墳は大阪府海塚市地蔵堂にある古墳。形状は前方公園墳。地蔵堂古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定され、出土派庭は海塚市指定有形文化財に指定されている。大阪府南部小木川砂岩の段急延辺部に築造された古墳である。現在までに周囲は宅地化しているほか、これまでに2000から2002年度に、 噴球周囲部で発掘調査が実施されている。噴形は前方五円形で前方部を正方に向ける。噴球は三段蓄成と推定される。噴球表面では不均一、円筒波庭列のほか、軽症波庭が検出されている。特に冠無理棒型波庭の湿度は全国的にも珍しい例になる。噴球周囲に集合は伴わない。 主体部の埋葬施設は明らかでなく、副葬品もつまびらかでない。この丸山古墳は古墳時代前期後半の4世紀後半頃の築造と推定される。泉地方では眉山古墳に着く時期に位置づけられる。付近では、貝塚市立南小学校での発掘調査で古墳時代中期の埋没古墳6基が検出されたことで一体における。 地蔵道古墳群の存在も認知される。このことは当地における4世紀後半から5世紀代の主張像の存在を示唆しており、古墳時代前期の泉地方の政治情勢を考察する上で重要視される古墳になる。古墳域は1956年に国の史跡に指定され、出土派庭は,は2006年に貝塚市指定有形文化財に指定されている。古墳の規模は次の通り、 ありがとうございます。